よいしょ。こんにちは、小林です。コバシャールと呼ばれております。そうだな、これをたまにね、いきなり見ちゃう人がいるのかもしれないですね。一応バシャールの啓蒙活動を、していたらそんなあだ名がつきました。はい。このですね、岐阜県谷組に移住してちょうど昨日でね、住民票を移してから1年です。何の因果かここ谷組に来ちゃいましたが、まあ、こんな因果だろうなっていうのはなんとなく、分かってはいるんですけど、春ですね。気持ちがいいです。いつもとこう角度が違うでしょ、その撮影のね。それはね、ここにね、前はちょっとね、木とかいろいろあったんですよ。でちょっとそれはね、この縁側の見晴らしが悪くっていまいちだなと思って、この辺ちょっとすっきりさせまして、はい、こう正面から撮ることができるようになりました。はあ、1年ですよ、1年。1年前こんなに暖かかったのかな。1年間はね、まあまあバタバタしたまんま、なかなかペースもつかめずに、忙しかったんですけれども、まあ2年目はですね、もうちょっと上手に田舎暮らしを満喫したいなと思ってます。はい、まあ、スケジュールは詰まってきてるんですけど、田んぼも始めるしね。田んぼね、すぐ歩いて行けるところに借りれたんですよ。ね、軽い散歩がてら見に行って、今日もね、水入れてきましたけど、こう10年間放置してあった、田んぼなんですよ。これね、裏の人に借りたんだけど、ちょうどね、まあうまいこと借りれまして、神社のね、真ん前。ツバメだ。なかなかね、いい場所だな。携帯のね、電波塔があるんですけど、近くにね。でもね、それは、勝手にロゴストロンを設置して、ノリ塔をどんどんね、上げまくって飛ばしているような電波塔に、してやろうと思って。くだらないこと考えてますけども、でもね、そんな電波塔になったら、谷組全体にいいなと、はい、ちょっと思っててですね。谷組全体ってことないか、まあ、この慣れ地区とかね、10年間放置してあった田んぼはね、まあ多分水漏れするだろうなと思ったんですよ。もうそこから中に、きっとモグラが穴を開けて水が抜けていくだろうと。しかもね、まっすぐじゃなくなってるから、もう水が奥まで行き渡るかななんてちょっと心配してたんですけど、いざ洗い起こしをして、まあ機械でね、やんないといけない、さすがに苦しいんで、協力をしてもらってですね、洗い起こしをして、それからね、水を入れたんですよ。そしたらね、案の定なかなか入っていかなくて、でもね、頑張ってこうね、またかきながらやって、トラクターでね、で僕もこう隅っこをこうちょっと掘りながらやったら、なんとか向こうまで行って、まあ一旦の半分なんですけど、きれいに水が入りまして、しかもね、10年間放置してあったにもかかわらず水漏れがない。順調な感じなんですけども、
ちなみに苗が順調じゃないです。苗育ててるんですけど、なかなかね、まだ順調じゃないんですけども、田んぼでね、米作れたら楽しいなと思って。田んぼでなんか楽しいんですよ。すごいシステムなんですよね。出ろ。大きなね、こう水槽というか水がめの中でね、作るシステムって、いやーすごいなと思って。畑よりやっぱ田んぼ楽しいな。まあまだ始めたばっかりなので、どんな困難があるのか分かんないんですけど、慣れたらもうちょっと大きいサイズやりたいなと考えてます。はい。ちなみにですね、キラグリーン S を巻きました。神谷農法を採用してですね、神谷さんのあの農業だとか、その、まあ、発明する対象いろいろあるんですけど、神谷さんのあの宇宙観がとっても僕は好きでですね、あのおじいさんの言うことを、素直にやりたいなと、思ってます。とりあえず、5歳の田んぼにキラーグリーン S を、5袋、きれいに巻きまして、精米しても胚芽が取れないお米になるってお医者先生も言ってたし、うまいことそういうのを作りたいなと思ってます。まあ、精米する気もないんですけどね。はい。そう、2年目はいろいろやりますよ。もうちょっと草刈りも要領よくやりたいしな。課題はたくさんです。はい。でもまあね、1年目よりかは落ち着いてペースがつかめてきたので、あとは淡々とこなします。はい。淡々と家の修繕して淡々と畑田んぼやって、淡々とセッション講演してですね、はい、行きたいなと思っておりますので、谷組2年目、ちょっとは落ち着いてきましたので、皆様また遊びに来てください。はい。あ、いいです。 OKOK。こんにちは。もうちょっと前に出して、その道指導だからさ、5メーターぐらい。セッションのお客さん来ちゃった。いや、今日気持ちいいな。気持ちいい。ごめんね、ちょっとね、今ビデオ回しててさ。いや、普通に入っててもらって大丈夫から。入って奥の方でここ掃除閉めときます、一応。ここね、見てよ、これね、嫁さんが破ったの。ショックで灰を叩こうとして破りました。じゃあまとめよう。はあ、
そう、僕1年経ったよぐらいしか話してないのか。今何時だ？そうだな。まだね。よいしょ。まあいいか。1年にしちゃうね。ネタが少ないからな。ちょっとお見せします。よいしょ。じゃーん。じゃーん。聖書のお客さんが来てる状態で独り言言ってるみたいでちょっと恥ずかしいんですけども、よいしょ。じゃーん。これ映ってんのかな。こっちがこっちか。養蜂を始めようと思いまして、養蜂、蜂蜜がね、自宅で自分とこが消費する分ぐらい取れたら素敵だなと思ってですね。はい。とりあえず最初はスターターキットみたいな感じ。で、一箱ゲット。あとはね、容量は慣れてくれば同じものを作ればいいんで、はい。養蜂を始めます。まあ、うまいこといくのかよくわかんないですけどね。この辺の人たちがね、たくさん除草剤を使いまくりすぎてると、なかなか難しいのかもしれないですけど、そもそもね、蜂を大事にしていないんですよ。つまりですね、除草剤だとか農薬撒きすぎると、やっぱり蜂たちもね、生きにくいんですね。ミツバチが絶滅してしまったら、僕たちは間違いなく餓死します。作物をね、受粉させてるのは彼らなんですよね。その彼らがですね、今、とても生きにくい状態になっているものですから、やはり、こういう、養蜂だとかですね、養蜂するだけじゃなくって、そういうこともまたそれぞれがですね、伝えていかないと、結局みんな自分でね、自分の首絞めてる状態なので、この田舎の人もね、やっぱり草刈るの大変なんですよね。ついつい除草剤に頼るんですけど、でも結局ね、除草剤撒いたところでね、またすぐ生えてくるんですよ。一旦は枯れるんですけど、また生えるんですよ。より耐性ができるしね、虫たちも強くなるし、そんなことやってもね、しょうがないですよ。頑張って枯れていてもね、その草刈り機回しても体力いるからなかなか大変なんだけど、でもね、一度撒いた農薬は必ず地中に染みて、いきますので、この世代、孫の世代にまともな世界をちゃんと残してあげようという意識をですね、ちゃんと高めて認識していけば、おのずとそういった農薬だとか除草剤だとか、なるべく使わない方向で考えていけるといいなと。はい。楽なんですけどね、除草剤撒くのは。でもそれによってね、体を蝕んでる方もたくさんいるんですよ。
まあ、自分たちがですね、生きてる10年20年の間だけ良ければいいなっていうのも一つなのかもしれないんだけど、でもやっぱりね、次へ、次の世代にいい形で、バトンタッチができていくとね、素敵だなというふうに思います。はい、そんな意識をですね、自分の中でもちゃんと大切に持っていたいなという思いもあって、養蜂を始めようかなと。はい、まあ遊びですよ。はい、うまくいったかどうかは、うまくいったら報告します。はい、じゃあちょっと告知だけさせてください。5月の23日は願王寺でアキラライブです。はい、これはね、もう告知している通りです。はい、アキラさんとコラボで5月23日願王寺土曜日ですね、夕方5時からお弁当、夕方6時からスタートです。はい、そのうちホームページも載せますので。あとは、6月の6日名古屋で、ワンデーワークショップ、6月6日土曜日朝10時からヨガやって、ランチして、僕が喋って福井さんが演奏してみたいなことを、織り交ぜてですね、心地がいい、まあ、本来こんな風にみんなつながって家族でやられたらなっていうのを、表現できたらなというふうに思っています。とても心地がいい時間なので、ぜひ遊びに来てください。福井さん、まあ京都から来ていただくんですけども、まさに天品ですね。宇宙にはですね、こう歌を作るとかそんなことわざわざ彼はしないんですよ。宇宙にあるこう空気中ですね、感じてそのまま下ろしてすぐそのまま即興で音楽を作るという概念でもないですね。もうある音をただ自分が出しただけみたいな、そういうですね、音楽のチャネラーみたいな人なんですよね。本当ね、素敵なお兄さん、天使みたい。バシャール大好きなんですよ、強木さんもね。その笛の音だとかピアノの音、ギターの音、本当ね、旋律ですね、素晴らしい音が出ますので、そういう、こう宇宙に漂う音と、共にですね、ご自身の中のバイブレーションも調整していただけたらなというふうに思っておりますので、はい、6月6日土曜日、一応強木さんも宿泊コースです泊まってくれますので、次の日の7日のお昼まで、よかったら延長コースも含めてご検討ください。はい、もうね、結構ね、参加者の方から申し込みをいただいておりまして、早めにぜひ、はい、お申し込みください。あとは7月の2日にここで満月の宇宙会議です。あとは7月の17日アセンションの会、これは名古屋です。はい、これはね、また今度はね、和室を借りてます。はい、国際センターの和室です。これ夜です。7月の17日夜です。東京にまた行きます。東京はね、7月の10、11、12と金土日で行きますので、金曜日の夜に、東京宇宙塾、土曜日の朝から、まあ、夜までワンデーワークショップです。12日は多分、セッションを、受けたまわる日になると思いますので、はい、ですね。あ、徳島も行きます。徳島8月の21から23 21、22、23と、行きますので、はい、ビンビア行きましょうなんかね、あの主催者のね、尾本さんが、フューチャーコアーズの尾本さんがね、ビンビア よっぽど小橋原気に入ったなということで、あのビンビアツアーを企画してますので、はい、美味しいですよ。はい、でそんな感じで、はい、2年目ものんきにのんきと言いながらなかなか忙しいんですけども、あの、まあ、講演とですね、セッションを、はい、やっていきたいなと思っておりますので、遊びに来てください。はい、宇宙人マークが出ちゃったあなた、
そういうことですよ。ということで、はい、よし、じゃあ今日はこんなところで、お客さん待たせてるのではい、じゃあね、今日も愛とワクワクに満ちた日々をお過ごしください。バイバイ。